モーリス・パポン、モーリス・パポンは、フランスの政治家、高級官僚。第二次世界大戦中に、ユダヤ人を強制収容所に送ったとして1980年代から人道に対する罪に問われた。彼は一貫して、罪を否定したが、大物政治家による、退独協力は、フランス社会に衝撃を与えた。パリ近郊のグレザル・マンビリエールの中道左派の思想を、 持つ地元の名手の家庭に生まれた。パリのリセモンテーニュ、リセルイコールルイコールグランを経て、1929年から1932年の間、パリ大学で法学、心理学、社会学を学ぶ。1929年には、後の1998年の裁判で有罪判決が出る1週間前に88歳で亡くなったポーレットと結婚し、また、 予備役将校になった。優秀な成績を収めつつ成長し、1942年には32歳の若さで、ジロンド県の事務局長に就任した。第二次世界大戦中に、ドイツに協力した微信政権下で1942年から1944年の間に、ジロンド県在住の1560人のユダヤ人を、ドイツ当局に引き渡したとされる。 この1560人には、老人や子供も含まれ、約200人が子供だったと記録されている。彼らは、パリ北部の収容所を経由し、多くがアウシュビッツで亡くなった。戦後は1948年、38歳の若さで、レジオンドヌール勲章シュバリエ勲章を受訓。1954年には、レジオンドヌール勲章オフィシエ勲章を受け取っている。 パリ警視総監となり1961年10月17日、アルジェリア民族解放戦線が煽るパリで起こった約3万人のアルジェリア人による反仏デモに1万人の警官を出動させ、デモ弾圧のために発砲を許可した。1967年に高級官僚を辞め、ドゴール主義の政治家に転身した。1968年から国民議会議員、 1978年から1981年まで、ジスカールデスタン政権の予算担当省を務めた。1981年に過去が暴露され、1983年1月に起訴。人道に対する罪で、ジロンドコース裁判所から裁判開始を決定されたのは1996年9月、86歳の時である。人道に対する罪は、 欧州各国が制定した罪で、事項は成立しない。故に86歳のモーリス・パポンは、被告席に座ることになった。この裁判中、パポンが署名した、ユダヤ人連行を命じる書類などが証拠として提出されたが、パポンは、ナチス占領下のジロンド県の高級官僚として、命令を執行する立場に過ぎず、連行されたユダヤ人が、 のちのちどうなるという運命について知らなかったと反論し、無罪を求めた。これに対し、検察は、パポンがユダヤ人の逮捕、公禁、さらに殺人関与を挙げて、禁錮20年を求刑。結局、1998年にボルドーの重罪員でパポンが、官僚としてユダヤ人連行を実行したことへの刑事責任を認めながらも、殺人関与については退け、 金庫十年の判決を下した。計画定後、共和国政府は、パポンに与えられた勲章の効力無効を決めた。戦後のユダヤ関連裁判において、人道上の罪で、金庫十年というのはあまりに軽すぎで、すぐさま多くのユダヤ人遺族から批判と不満の声が湧いた。上告した、ハキインの審理を目前に逃亡。1999年スイスで逮捕、収監された。 高齢を理由に2002年に仮釈放を認められ、フランス国中で物議を醸したものの、故郷で療養生活を送っていた。2003年自宅の門前にちらりと現れたパポンが、マスコミのカメラが捉えた、最後の姿となった。手術を受けた直後の2007年2月17日、パリ郊外セーヌイコールエイコールマルヌ県の病院で、心臓疾患で死去した。96歳だった。 ありがとうございます。